ラクルキラッチの皆様がいらっしゃいました。どうぞ入って。なぜあの二人が。ようこそ輝きコーポレーションへ。私が社長の輝きイブです。あなたはあの時の。あなたも来てくれたんですね。こんなところで再会できるなんて。ちょっと待って、来られるのはキラッツの皆さんだけのはずでは。ルルナ、ダメかな。ダメ。いいじゃないルルナ、この間助けていただいたことだし、何よりアリスさんはサンシャインサーカスエリアのプリンセスだもの。社長がそこまでおっしゃるなら。はあ、黄色いのが来ると分かっていたら断っていましたのに。こっちだってお断りだよ。アンナさんとエモさんはライバル同士だと聞いています。でも今日は仲良く配信をお願いしますね、アンナさん。あ、うん、でも僕はサラだけどね。いい加減覚えなさい。あの隣の猫さんは誰っちゅ。イブ様の秘書をこなすマスコットのルルナパ。秘書ができるなんてすごいっちゅ。メルパーも見習うところが多いパ。お待たせしました。そろそろ用意をしてください。すみません、お待たせしてしまって。イブさんこそお仕事大丈夫なの。ええ、この日のために準備をしてきましたから。プリちゃんに興味があって直に配信を見られるのが楽しみだったんです。こんなに面白いんですねプリちゃんって。そうそう、私もやってみたら面白くてさ。イブさんもやってみても。お仕事中ですよルルナ。余計な会話は控えてください。みんなと一緒にいて楽しかったら、プリちゃんやってみたらいいんじゃない。私が。社長は忙しいのでプリちゃんはできません。ルルナ。じゃあさ、今ここで私たちみんなでイブさんの友達になろうよ。え、もうこんなに仲良くなったんだから友達にならない方がおかしいよ。え、いいんですか。そろそろ配信を再開しますよ。社長は他にも仕事がありますからね。ルルナ。お、いいねがたまったっちゃ。よし、これでライブができるね。あ、メモちゃん。私ビリビリ食らいすぎて疲れた。今日はライブ無理かも。これじゃあキラッツでライブができないわ。困ったね。それなら私アリスさんのライブが見たいです。私イブちょっと、うん、じゃーん、チェンジ完了。あの人、こないだの白い人だ。まあ、またあの人。ブリちゃん本当にすごいわ。楽しい配信があって、ライブもキラキラして素敵。すっごくよいよ。プリちゃんデビューか。デビューすれば友達もできるし、みんなとも配信できる。